チリーン地図グーグルマップ丸岡城独立式天守。丸岡城は福井県堺市丸岡町霞にあった日本の城である。別名霞ヶ城。江戸時代には丸岡藩の藩町であった。現在は天守の見残る。福井平野丸岡市街地の東に位置する小高い独立した丘陵に築かれた平山城である。近世に山陸部分が増築され。 周囲に五角形の内堀が巡らされていた。安土桃山時代に建造されたと推定される天守は、重要文化財に指定されている。その他、石垣が現存している。一区現存する建物として、小松市の高前寺及び、あわら市の連田出し寺に、それぞれ城門、丸岡町の中山王の民家に、不明門と伝わる城門がある。他に土兵が現存する。五角形の内堀は、 現在埋め立てられているが、この内堀を復元する計画が浮上している。霞ヶ城の名の由来は、合戦時に、オロチが現れて霞を吹き、城を隠したという伝説による。地元の堺市では2013年、国宝化を目指し丸岡城国宝化推進室を設置した。2019年3月26日、堺市から移植を受けて、調査を行っていた。 丸岡城調査研究委員会は、減損する天守が建造された時期を、江戸時代の寛永年間と推定する報告を明らかにした。国宝化運動、編集現行法での国宝指定に向け必要な歴史資料を見つけるため、2013年に、堺市は、丸岡城国宝化推進事業を立ち上げ、丸岡城国宝化推進室を設置、2017年に、 丸岡城天守を国宝にする市民の会が発足した。北陸地方で現存する天守は丸岡城のみである。大入り模の上に周り縁のある小さな暴露を乗せた古式の外観から現存最古の天守とも呼ばれていたが、福井県堺市教育委員会の調査で江戸期の寛永年間に建造されたことが判明し、同委員会が2019年3月26日に発表した。 現在見られる天守は、1948年の福井地震によって倒壊した後、1955年に部材を70%以上再利用して組み直して修復再建されたものである。その際、最上階の窓の作りが引き戸から突き上げ窓に改変されている。独立式防漏型23階で、1階平面を天守台に余分を持たせて作られているため天守台を、 かぶせるような腰屋根が掛けられている。屋根瓦には、尺谷石製の石瓦が寒冷地であるという、気候事情により吹かれていると言われる。天守内の階段は、急なため観光用の補助縄が取り付けられている。江戸期の1628年に建造されたことが判明。天守は、前述の通りに、古式の形状を踏襲したフォルムと、掘ったて柱を用いていることにより、 原尊最古の天守とされることがあり、それについて犬山城天守との論争があった。柴田勝豊の建造である場合1576年との説や建築士の観点では、慶長期の特徴を多く見ることができるとして1596年以降の築造をもしくは改修による姿ではないかという説もあった。人柱、おしずおしず慰霊ひまるお過剰を築城する際、 天守台の石垣が何度も崩れて工事が進行しなかったため、人柱を建てることとなった。城下に住む貧しい固めの未亡人、おしずは息子を死分に取り立てることを条件に、人柱となることを申し出た。その願いは受け入れられ、おしずは人柱となって途中に埋められ、天守の工事は無事完了した。しかし、柴田勝とは、ほどなく、違法となり、 息子を死分にする約束は果たされなかった。それを恨んだ、おしずの霊が、おろちとなって暴れ回ったという。毎年4月に、堀の儲かる頃に、丸岡城は大雨に見舞われ、人々はそれを、おしずの涙雨と呼び、堀のもがりに降る雨は、いとしおしずの涙雨と歌われた。現在城内には、おしずの慰霊碑が残っている。所在地交通アクセスイベント。 柴田勝家とご対面発表準映画。ありがとうございます。